ああ、退屈やな。なんかやってないかな。はい、中谷です。今日はですね、今年一発目の車中泊、行こうかなと。日本海までね、京都の日本海まで行こうかなと思ってたんですけども、どうも天気が悪くて、昨夜計画断念しまして、手前のね、福知山、相方さんがね、撮ってますけど、無料でね、させていただけるんで、思わずやり始めました。1、2、3、4食目、それ、それ継ぐ時が難しいな、ちょっとな、ここで選ばせてもらって、ここの部分、好きな色ね、これを選んで、でやると、出来上がりがこんな、これか。ああ、縦糸はもともと違うやな。それをまず選ばなあかんのか。選ばしてもらってね、最初から白が入ってるのと黒が入ってるのと。仕上げをお願いしてます。笑われる方もいらっしゃいますが、まあ、こんな感じで、これも同じようにやっていただいて、はい、全部できましたら、こうきつく締めていただいて、はい、で、こう2つに沿っていただいて、ここのところ揃えていただいて、で、こうまっすぐに綺麗に伸ばしていただいてから、カットして、大体 2,3 センチぐらいでおすすめしてますけど、お好みですので、はい、すぐ流れが良いですので、はい、こう切り揃えていただくと、はい、コースターですとか一陣の塩かぶりの敷きの中に使えますので、はい、ありがとうございました。え、この衣館ではそういう教室、有料でやってる教室とかもあるんですか、やっぱり。1年間を通してでしたらね、こういう、はい、綿から布を作ろうって、これまず去年のものなんですけども、年間で8回9回とか来ていただいて、糸のと綿からですね、糸を紡ぐところから縫っていただいて、それを染めて、草木染めて染めて、で最後は彫りをしてっていう、そこに下にあるのがそれ作られた作品なんですけど、1年やな。年間通してやっていただくものもありますし、これまたあれなんですね、またこれもやっていただいていいやつですけど、これがなった状態ですね、綿と触っていただいたら、中に塊が入ってると思うんです。これを出して、これをですね、これを使いましてですね、ここのところにですね、ちょっと押し込んで、押さえておいていただいてながら、向こうの、それをハンドルを回していただいて。昔の脱水機みたいな、洗濯機の。もうそれです。結構ね、ちょっと取れる時と、なかなか取れない時もいろいろあるんです。綿の状態です。ポロポロっと出てきた。ポロポロっと取れると気持ちいいでしょ。すごい立派なひな人形飾ったんだ。うわ、キラキラしてるわ。眺めながらね、上のひしもじゃないんですけどね。なかなか。結構ね、お道具類もそう残ってましてね、こっから行こう。はい、搭乗口、行きましょう。なしか雨が降ってるから、やっぱり、あれ、そんななんかモニターがあるで、なんとかビジョン。でも雨、観光のあれか。桜も一部だけ二部だけ。桜、咲いてるな、一応。そっちは記念な、なんかのあれやな、美術館か。結構登っていくな、これ。福知山城ね、5時までか、9時から。大人320円。綺麗ね。綺麗な。いいやん、このショット。せやな、なかなかお堀が見えとるな。ほんまやな。形の違うものを、福知山城は
天正年間明智光秀の縄張りと伝えられる。建てたん昭和61年。はあ、はあははあ、復元したんやな。そう。で新しくこう観光できるように。うん、まあこんな碑があるなあそこに。これからね、ぐーっと上がってこんな感じです。古木の桜が立派なのがあるよ。誰誰誰。あ、咲いたらまた最高に。お前ね。富士山城の石垣のさ、うん、天葉石っていうのかな。灯籠とかの石なんかあのリメイクして使ってるってことよ。こんなん使ってみて。へえ。ここにある。天葉石。うんうんうん。分かる住んでるところで。いやー分からんけど、でもこんだけな水平に建てれてんのがすごい。あ、ライトアップ用のライトがあるな。うん、これが上に乗ってんねんな。うん、うん、これ何これ。うん、大きい井戸。井戸か、すごいねこの井戸。3月30日光秀君。うん、はい、これがね天守閣の中です。行きますか。はい、靴だけ持っていかなかみたいです。袋に入れてね。すごい、はい、登りやすい。さあ、あのお城系は夫婦いながら登らなあかんって言ったらどうでしょうか。有数大のすやな。大きいね、やっぱり大きいな。びっくりした。あ、びっくりした。びっくりする。誰か座ってるから。あ、音流れてるわ。兜かぶりますか。顔隠して顔隠してやってるから兜。重たい。重たい。これ子供用なんやろこれ。子供用とか。はい、はい、かっこいいわ。もうサーモンかぶるわ。はい、焼肉定食。これこういうのが欲しくなってくる。そうやな、一人ぶりな。しかもちゃんとほら網網なって油落ちるようになってる。うん、お待たせいたしました。よかったね。はい、すいません。面白いね。串カツ定食です。そうな、そう、キャベツとご飯おかわり自由。私これおかわり10着だ。2人とも、ありがとうございます。980円です。茶碗蒸し付き。美味しいですか。美味しい美味しい。私も美味しいです。この鉄板が欲しくなるな。一人用の鉄板。